8月の29日の日曜日です。明日から、待望の青森北海道の釣り業に出発します。今荷物を準備しているところですが、たくさんあります。貴重品から始まって、着替え、それから食料を入れるパックと、こちらが飲む焼酎、去年はウイスキーを持ってきましたけど、まあ、ウイスキーも1本くらい持っていくかと思ったけど、今年は焼酎でやろうと思います。ここに、ヒーターで、バッテリーで温めるポットも用意します。これでお湯を温めて、梅干し のウイスキーじゃなくて焼酎を飲みたいと思ってます。でこれがカラフトマス釣り場の釣りセット、これに、去年使ったやつを入れてあります。まあちょっと針が錆びたりしてましたけど、まあ、中に使えるものがある。でテレビでこれが竿です。水色の竿、そしてこれがコンロ、炭も持っていきます。でこちらが渓流釣りの道具を置いてあります。で、干し網も持っていきます。洗面道具、温泉に入るつもりなんで、露天風呂に行くとこの桶がないところもあるんで一応持っていきます。これカゴが知床半島の車の入れないところに行った時に、釣った魚を運ぶためのカゴです。前はこちらの醤油缶を持って行ってますけど、車の中にちょうど乗りません。今年は簡易ベッドを作るためにこの荷物が乗らなくなりましたんで、もう少し小さい頃に買い替えました。あと飲料水と歯磨き用の水を入れます。と釣り用のウェーダー、あと乗るか分からないですが、水槽、釣った魚を写真撮ろうかなと思って今年はいます。これらの荷物、積みたいところですが、現在雨が降ってまして、車の中に一番最初にベッドをセットしないと全てが入れられませんので、ね、今雨の止むのを待っています。雨が止んだらセットしてこれらの荷物を入れていきたいと思っていますが、どこまで入るかちょっと分かりません。雨がやって、ベッドをセットしたらその下の引き出しとかにこの下着とかを、しまいます。今ここでもう長袖いないと寒いくらい寒いですから、急遽今もう冬物の寝巻きとか、毛引きとかも出しました。こちらでもう半ズボンは1本だけ、暑い時があるとかもしれないんで一応半ズボン1本だけ、T シャツ1枚だけ持っています。今日は8月29日ですが、車の中に装置が整いました。これが明日から青森北海道約1ヶ月ちょっと出かける準備が整いました。雨がずっと降ってまして、天気予報で見ると余計降ってくるっていう感じだったんで、ちょっと雨の中傘さして準備しましたが、ただいま3時やっと仕上がりました。